ではホーム甲府のスターティングメンバーです。ゴールキーパー岡西、北谷、浦上、メンデス、右には関口、中盤山田陸、野沢秀幸、左に荒木、シャドウの位置には大卒ルーキー長谷川、左には泉沢、トップには有田光輝です。続いて相模原です。ゴールキーパー三浦、3バックの右に多田、真ん中に鎌田、左に長身194センチの梅井、右のワイドには星、中盤2人は川上と柴本、左に船木、シャドウの位置には和田、そして左に安藤翼、これが初先発、トップには平松が登録されています。ショートコーナー上げ直してファーサイドヘッド、キーパー岡西です。いや高さ出しましたよね、上いいですよね。ここのポジション取り見ていきたいですね。ミドルシュート、山田、ミドルシュート突き刺さりました、先制甲府。ただこれ簡単じゃないと思うんですよね、はい、右足で右から来るボールをこうインフロントにかけながら逆サイドに流し込んだ、強さっていうところも大事になりますけども、それ以上に枠内にコントロールする技術っていうのがね、本当に見事なゴールでしたね。外を使って星、中3枚、ファーサイドに船木もいますが、クロス上げて船木ヘッド、やはり中央での時間を作ることによってね、こう分厚い攻撃っていうのはできてますよね、はい、ただ決めたかったですよね、今のシーンもね。そうですね、旅のパス通った、泉沢スピードアップ、中に有田、後ろから長谷川だ、2試合連続ゴール、今シーズン3点目、大卒ルーキー長谷川。まあここのパスで全て決着ついたかなっていう感じですよね。でしっかり有田がディフェンス2枚を引きつけたことによって、長谷川が入り込むスペースを作り出しました。あとはうまくこう冷静に決め切りましたよね、長谷川ね。そうですね、やはり得点を取っているんでね、乗ってますよね、いいポジションに入ってきましたね。山田縦パス、ボールが通る、野沢コントロールシュート、キーパー三浦です。荒木のシュート、右にそれていきましたが、甲府決定機、右のワイドに途中交代のこの石田が入っています、はい、立松、平松、フリック、ミドルシュート、星のシュートです。藤本、もう一度プレスに行く、それをいなした甲府、戻ってきて石田がいましたが、先にボールを振ります。いや、うまくかわしましたね、関口、中有田、自らシュート、ゴールの左です。甲府はこれでいいと思いますね、もう3人で完結しようっていうね、はい、狙いのカウンターでしたからね。そうですね、体を当ててマイボールにしています。もう一度有利、平松落として有利、カットインしというところでしたが、決定機、シュートを放ちました、ゴールの右にそれていきます、まあ、有利もシュートをしたかったですしね、まあ、今の藤本もね、得意な左足にボール来たんですけどもね、はい、ジャストミートはできなかったですよね。そうですね、94分経過、ここでタイムエンドをホイッスル、2対0、ホームの甲府2点差守り切りました。そして1ヶ月ぶりの勝ち点3、今シーズンホーム2勝目、クリーンシートとしても5試合ぶりとなりました。